でる。顎にいる。はい、皆さんこんにちは、ピカです。レイジ2やっていくよ。はい、そしたらストーリー2人のクロス遺伝子研究ステーションにたどり着く。行くよ。パワー全開だ。ちょっと、あーやばい、あかん。ごめんね、ちょっとぐるぐるするよ。ここか。あ、これちょっと、よし、行くぜ。博士、中に入れた。素晴らしい。では DNA バンクを探してくれ。それとバインランドの人々も。そうだね。あ、これか。クロスの DNA だと。敵はどういう出方するんでしょうね。どっちからも行ける。箱にいる。なんだ飛んでるの。まあ行こう。どんどん行く。どこ行けばいいの。なんか飛んでるー。まあ、なるべく特殊能力は、え、死んでる。囲まれないように走りつつ、なんだと。オーバードライブいけるぞ。どこに入ってる。下か。またアゴにいる。どこだ。あの方角。あの方角。これ無限っちゅうことないよね。とりあえず進んでいけばいいかな。博士、見つけた。あなたの言った通り、みんなここにいる。生きてる。何か。よし、思った通りだ。彼らはバイオマスとして長命プロジェクトに利用されている。そこから出してやれ。できないなら殺すも家畜のようにな。敵にとっては貴重な実験体だ。
そんなことできるわけないでしょ。天才が聞いて呆れるっての。おい、聞こえるか。なんだ。声が途切れるな。救えなければ殺すんだ。もしもし。レンジャー。何文字。本物のレンジャーよ。嘘でしょ。レンジャーが来た。サイン欲しいの。やればいいのか。すくってやって。殺すのはやめて。味方やったのやろ。あ、出てこい。行って。俺が飛んでる。上のバー注目ですよね。ぐるっと回って赤い点があったらそこの方角に敵いるから。こっから出てきたけど、ここ落ちれないよな。で、何すればいいんだ。まだクロスの DNA 見つけるなってる。あいつらどうなったんだろう。あいつらどうなったんだ。どっか行ったんだ。この下行くのか。行くっぽいな。うわ、なんか広いぞ。ボスじゃないよな。ボスでーす。ロケランにしてくれ。ロケランじゃないのかこれ。こっちでーす。みんな、もうよけて。終わったろ。よし、
これでこっちかな。ついたのか。コーヒー飲ませてくれい。バカモン。行くぜ。ねえ、出してあげる。大丈夫か。ちょっとレンジャー、あんたレンジャーか。そうだよ。奴らに何されたの。奴らに連れて行かれた。一人ずつ赤い扉の向こうに。次は俺だ。ああ、畜生、次は俺だ。向こうに山村くんない。ただ赤い扉の向こうに連れて行くんだ。みんな向こうにいる。誰も帰ってこない。フィギュアばっか買ってっからお前そんなこと言うんだよお前。私は蹴りをつける。フィギュアはもうやめなさい。卒業しなさい。蹴りをつけるわよ。あっちもか。うち誰もいねえけど、なんかありそうだ。ショットガンジェルです。なんであんなもいらんわい。どこ行くんだ。あっちか。これに乗って行けるかもね。ダメ元かな。ダメ元よ。ちょっと武器買わさせてくれないかな。なんだあの手なしロボットみたいの製造してんのここ。博士、かなり不気味なものがある。あなたが言ってたクローンをここで作ってるみたい。証明プロジェクトってやつ。また推測が当たったな。プロス将軍の DNA サンプルを探すのだ。それを私のところに持ってくれば、この不埒な行為に終止符を打つことができる。中で探してくる。頼む。それなんだもん。なんだこいつ無敵か。まだか。まだいるっぽい。あのザク全部倒さんでいかんでしょ。何やってんのこいつ。うわ、
クロスオンに勝利する。また来やがったか。あ、ここは叩き上がるな。どこだ。箱が。今度なんかいっぱいだぞ。あ、うわ。ここだ。いつまでこれ続くの？なんか打たなきゃ。これ打つのか？これ打つのか？それ早いよ。これ打つのでいいのかな。勝利するじゃねえよ。ここに何なってんだこれ。無駄なこと。あれ壊すんじゃないの。何すればいいか分かんない。あ、壊すんでいいんだな。またか。お前なんだ。おいおい、うわっ。強いやついる。なんだこれ、回復ねえぞ。待って、回復作って。なんかすっげえ攻撃力のやついる。で、また同じくあいつを壊せる。どこにいる？さらばだ。さて、十分な
時間をありがとう。失敗作よ。死に目覚め、埋もれ。私の計画を完成と。ちょっと待ってくれ。連戦かよ。また新たな目覚めだ。言いたいことは、また次の機会に。くそ、そう。博士、DNA サンプルをたっぷり手に入れたよ。待ってて。連戦じゃないよね。素晴らしい。この手で調べるのが実に楽しみだ。弾がもうなくなったけど、ほぼ。これは補充しておこう。おい、またこれ簡単な出口ねえの？アコ開いたからアコでいいんだよね。え？あ、助けたやつか？レンジャーだ！ウォーカーよ、レンジャー来てくれたんだ。みんなあそこで座れて捨てられると思ってた。なんか歓声と表情があまりマッチしてませんよ。あんまり嬉しそうじゃないですか。他の人はどこ？ええ、ほとんどはもう処理された。オーソリティの実験のためのバイオマスになったの。バインランドはかなりやられたけど希望はある。リリーが向こうで頑張ってくれてる。復興を手伝って。分かったわ。失われたものを取り戻す。迎えに来てくれて本当にありがとう。私はレンジャーよ。仕事をしただけ。頑張りましょう。橋かけとけい。アホかい。あ、登っちゃった。ああ、レンジャーが来たか。はい、DNA サンプル。これで頭一つ分リードできたよね。そのような気の利いた車両を言いたくなるのはわかるが、しかし守備よく言ったようだが、大きい顔をするには早すぎる。時間がないのを念頭に置いてくれ。だがこれは頭が下がるような偉業だ。さて、ではそのサンプルを機械に置いてくれ。サンプル。よし、ではこれから標本から DNA を抽出するぞ。そう、ほら、血清の完成だ。これで間違いなく長命プロジェクトを終わらせることができる。注射器。ロケーション完了。次は？次出ればいいのかな？レンジャーに挨拶しろ、レガス。ああ、山岡君またね。うん？新しい新規目標、オーソリティ。何に入る？どこ行けばいいの？こっちか。プロジェクトだが
オーソリティ本拠地内部に入る。わかった。ウォーカー、準備ができたみたいだね。オーソリティと真っ向勝負をする時が来たんだ。リリーか。行ってくる。リリー、肩をつけてくる。おばさんのために、バインランドのために、私たちのために。なんだあれ、なんだあれ、くくりえ、ちょ、ちょ、あれ、そう、そうやめて。もうこっち行ってるよ。あ、こんなもんでライフ回復したくねえんだよ。ちょっと作れ。右側がオーバードライブ回復薬か。へえ、クリア寸前で初めて知った。作れ。アビリティ回復薬、ないのか。作れねえのか。まあオーバードライブだけでも持ってたらラッキーだね。へえ、了解。そしてマシンを呼び出すんじゃ。これか。壊れてる。マジですごい。うまくいってる。撃ってこないよ。メインゲートのすぐ前にプラットフォームがある。壊れた。そこに乗って、あとはスクランブラーに任せる。なんだこれ。スキャン、スタンバイ。びっくりした。あれか、撃たなくてもいいのか。ピコリ、スクランブラーがお前に識別情報を出し、スキャナーを騙してくれ。スキャン、不確定。不確定。お前言った通りだろう。スキャン処理をスクランブルして、特殊セキュリティプロシージャーデルタ開始。 DNA 承認を提示してください。DNA だと。万全の計画じゃなかったの。DNA 承認を提示してください。強レベル上昇中。どうすんな。博士、いる？まあもちろんだ。プロスの DNA の完全なデジタル版を用意したぞ。今データシーケンスを転送するからな。打たなくていいんだね。DNA 分析完了。お帰りなさいませ、プロス将軍。ああ、ただいま。よきなさい。やばかった。クロス・ピカコです。ウバシル、このシナリオは想定してなかったわけ。まあ、いいや。あれは結果的にはうまくいくのではないか。今は機械がお前さんのことを将軍だと思っている。エデンのマシンはお前さんのことを昔の。よし、潜入成功。目立たないように、あんたならできる。撃つのよ。心配だ、ウォーカーを支援しないと。落ち着け、リリー、手を出すな。レンジャーなら心配ない。余計な犠牲は出せん。犠牲？もう無理、我慢でき。私はついて。どっち行けばいいのかな。
地雷です。地雷か。これお前行き止まりじゃねえの。貴様か、ゴキブリのようなやつだ。あいつここまでたどり着くとはな。だが貴様もう一人クロスを行くのを気づかれるのだ。まさか本気で考えていたのか。黙れクソが。あ、なんか死んでる。顎にいる。光るのは、この光るのは気がついているのだろう。我々を止めることなどできん。顎にいるぞ。やれた？まだね。死んだ。待って待って、これ降りれる？降りれねえぞ。修理できねえな。あ、なんか回復はしてるな、ちょっとずつなら。赤くなった。このロック照準が赤くなったら敵いるっちゅうことやね。アゴやろ。グラグラすんな。私の作品を随分と荒らしてくれたようだな。失敗するよ。待て、これ赤くなってっから地雷だよ。貴様に何ができるというのだ。これどうすんの。回復すんの待つのかな。
回復しないぞ。おいおい、マジかよ。あんなもん飛んできたらもう一撃だっつうのよ。あれだ、やばい。さっきどうやって回復したんだろうって言ったろう。はい、それではね、今回はここで一時区切ります。ではまた次回この続きやっていきましょう。またね。